間ならば80歳のおじいちゃん。さらにあそこを散歩してるワンちゃんなんですけど、ちょっとなんか歩き方がぎこちないというか、足元のおぼつかない犬の姿も。実は近年、一昔前まで10歳前後だった犬の寿命が15歳近くまで伸び続けているんです。ちょっと言ったよ、道草は流されて走って。昔は身軽に走り回っていたが、今はもう休み休みでなければ走りきれない。次は障害物競争チャレンジ。しかし動かない、聞こえてるのかな、これ飼い主の子供の2人が声かけてるけど、やめたやめたやめた。日に日に体力の衰えが隠せないと飼い主は言う。そしてこちらの3匹の中にもシニア犬が。アズアズおお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 。名前を呼ばれ即座に反応する元気な2匹。しかし14歳を超えたゆめ子は耳が遠く。ゆめゆめゆめ子ゆめ。ここまで言うと大声で呼ばれ、ようやく顔を上げた。今高齢化しているのはおよそ10年前のベッドブームで大量に飼われた犬たち。長生きの背景には3つの